はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。いつも七味実況チャンネルをご覧いただきありがとうございます。では、3月6日から12日のスチーム最新情報をお届けしたいと思います。はい、今回はですね、まあ、ちょっとドラゴンで戦うゲーム新作が面白そうだなと思ってこういうタイトルにしたんですが、まあ、和ゲーも結構盛り上がっていてですね、モンハンタイトルがあったりとか、まあ、シュタインズゲートの新作が発表されるのかなという、まあ、ちょうどこの画像がツイッターで公開されて話題になってるんですけど、まあ、そういう話題であるとか、まあ、和ゲーもの情報も結構あるので、楽しみにしていただければと思いますが、なんかね、このドラゴンで戦う対戦型のこの妖芸アクションが面白そうだなと思ってこのタイトルにしました。では、早速見ていきたいと思います。はい、まずですね、モンハンタイトルがまたさらにスチームに来ます。前回ね、スイッチ版のモンハンライズですねがスチームに来るっていうこと、まあ、2022年に来るっていうことが発表されたばかりなんですが、このモンスターハンターストーリーズって自分ちょっと存じ上げなかったんですが、ストーリーズ2がスチームに登場するということが明らかになりました。本作品はモンスターと、絆を結ぶモンスターライダーとなり、ストーリーやクエストを通じてモンスターハンターの世界を思う存分体験できる RPG。 すべてのリオレウスがどこかに去ってしまった世界で、偉大なライダーレドの血を引く主人公と卵を託された竜人族の少女の運命的な出会いによって、破滅の翼をめぐる壮大な物語が幕を開けるということで、なんかちょっとモンハンを低年齢層に受けるようにして、なんかこうストーリー主導にしたみたいな感じなんですかね。まあ、ストーリーズっていうぐらいですから、物語主導の RPG だと思うんですけどね。はい、まあ、どうなるのか、まあ、もちろん資料はあるでしょうけれども、それだけじゃない、なんかモンハンの新しい形なんでしょうか。まあ、コンシューマー版のことをよく知ってる人なら詳しいと思いますが、まあ、いかんせん自分ちょっとよくわからないんですが、またモンハンタイトルがスチームに来るということで、はい、楽しみにしたいと思います。はい、そして、この画像ですが、シュタインズゲートの新たな動きが気になると。で、3月17日に発表かというタイトルなんですが、はい、これどういうことかというと、今年かな、シュタインズゲートが10周年を迎えてですね、いろんなイベントがなされている中で、3月11日の午後4時のツイートなんですけど、世界線変動率 0.210317%、 物語は再生産されるという意味深のツイートがですね、なされて、これが話題になってるんですよね。で、この画像なんですが、まあ、よく見ると2021年の3月17日を示唆しているんではないかと、ツイッター上で盛り上がってるんですよね。で、シュタインズゲートに関する、まあ、新作か、まあ、何らかの情報が、来るのではないかということで、はい、こういう話題があったんですよね。で、もちろんSteam にももうほとんど全てのシュタインズゲートシリーズの、まあ、カオスチャイルドなんかも含めて、こういう科学アドベンチャーシリーズと呼ばれる、はい、この作品って、はい、見てもらっても分かるようにほとんどあるんですよね。しかもここ見てもらったら分かるように、圧倒的に好評であるとか、非常に好評であるとか、もう高評価なものばかりなんですね。なんでどうなんでしょうね。その、多分コンシューマー版主体にはなると思いますけど、新作が発表されるとしたら。でも、Steam にも登場すると思うので、まあ、ゆくゆくはね、まあ、同時になるのか、その後になるのかわからないですが、はい、Steam ユーザーにとっても、この下げの新しい動きが気になるところかなということで、このような、話題を、提供したいなと思いました。まあ、17日発表、これが2021年3月17日を示唆するならば、来週の週刊スチーム通信、で、20日か、お届けすることができるのではないかなと思います、その動きをね。はい、なので、楽しみにしたいと思います。はい、そして、ドラゴンと戦うという、
あ、ごめんなさい、違いますね。これはあの We Were Here 最新作、We Were Here Forever という、We Were Here シリーズで、2人のプレイヤーは南極探検家となり、呪われたキャッスルロックを中心とした謎に巻き込まれる。はい、プレイヤーたちは別々の場所を探索することになり、それぞれのパートナーには異なる情報が与えられると。トランシーバーでお互いに話しかけることで情報共有と分析を行い、パズルを解いていくということで、このなんかあのクオリティの高いパズルゲームがですね、最新作で、まあ、なんか大団円を迎えるというか、まあ、総仕上げの、ゲームになるということが明らかにされていて、もう Steam ページが来ているんですね、まあ、2021年内に、はい、Steam、PlayStation 5、Xbox で、登場するということが明らかにされています、まあ、これを見るからに非常にクオリティの高い、まあ、パズルゲームにしてはもったいないような物語性のある、展開がありそうなんですよね。で、はい、ここのパブリッシングページもあるんですけども、まあ、その The We Were Here シリーズを、主として今まあセール中なんですけど展開しているということで、はい、このシリーズ多分 Steam ユーザーなら知っておられる方も結構いると思うんで、最新作楽しみにしたいと思います。はい、そしてまたまたまた新たなシム、造船するシミュレーション、シップビルダーシミュレーターがリリースされます。これも2021年内なんですけど、まあね、シム系って多分シミュレーターとかでこう検索する人が多いと思うんですけど、なんかねこのシミュレーターはなんかまともな感じでなんか船を作ることができるということなんで、割とクオリティが高いのかなと。まあ時々ね、あのこのシミュレーターの名を借りて変なゲームとかもリリースされますが、はい、プレイヤーが造船所のオーナーとなり、材料の準備から造船を行うシミュレーションゲーム、競合他社との争いや島に住む住民たちとの交流などさまざまな遊びが用意されているということで、はい、このように、シムシリーズまた新たな展開ということですね。でインターフェース字幕日本語あるので、まあ、日本人にもとっつきやすいかなという感じはしました。はい、またあのリリースされたら、まあ、多分あの発売が近づいたらまた何月何日リリースしますということで情報あると思うのでまたキャッチしていきたいと思います。はい、そしてこれですね、はい、ドラゴンと戦う、対戦型の、ね、ゲームなんですね。マルチプレイのインディータイトルなんですけども、はい、2021年4月来月ですねリリースされてるんです、されるんですが、なんかこれが結構面白そうだなと思って PV 見てました。はい、センチュリーエイジオブアッシュにてプレイヤーはドラゴンライダーとなり、ドラゴンにまたがって空での戦いを繰り広げると。で、マップには広大なアリーナが用意され、ドラゴンが放つショットやドラゴンライダーが持つ、投擲武器などを駆使して戦うということで、はい、まあドラゴン同士が対戦するってありそうでなかったもの、まあ、ドラゴンが主人公で、まあ、パンツァードラグーンとか、まあ、シューティング系のゲームってあると思うんですけど、シングルプレイのねこういう対戦型でドラゴン同士でこう戦うっていうのはなかなかありそうでないタイトルだと思うので、なんか面白そうだなと思いました。はい、しかもこれねあれなんですよ、まあ、無料プレイのタグがつけられているんで、はい、基本プレイ無料になるんでしょうかね。で、まあ、センチュリープレイテストに参加ということで、はい、あのベータ版ね、プレイすることができるということなので、まあ、この PV を見てちょっと面白そうだなと思ったら、まあ、参加するといいんではないかなと思います。はい、そして次ですが、はい、面白そうな推理アドベンチャーが、リリースされますね。3月25日なんですけど、はい、マーズ M オペラ座の怪人というゲームで、まあ、これ見てもらったら分かるように日本語がしっかりした、
ゲームになってますね。1910年のパリでプレイヤーは名もなき探偵として1880年に起きたオペラ座の怪人事件の関係者を調べる。関係者の話を聞くだけではなく、シーンごとにそれぞれのキャラクターの視点で1880年に起きた恐ろしい事件を体験するということで、はい、インターフェース字幕日本語あります。はい、で、Steam に登場と書いてあるんで、多分、もうすでにコンシューマ版、はい、Nintendo Switch PC 版が今回同時リリースされるんですけど、何らかのプラットフォームで多分あると思うんですけど、まあ、それの移植版っていう感じだと思うんですけどね。はい、リリースされます。はい、パリオペラ座を騒がせたオペラ座の怪人の事件が幕を閉じて数十年、一人の探偵がオペラ座を訪れ怪人の真相にたどり着くということで、まあ、誰もが知っているものを題材にしたビジュアルノベルということで、はい、こういう系が好きな人なかなか、楽しみなタイトルではないでしょうか。はい、以上こんな感じで、今回も最新情報ありました。何か気になったゲームあったでしょうかね。ぜひチェックしてみてください。はい、今回の Steam の小技は、Steam ガード認証のバックアップです。はい、どういうことかというと、100万一見にしかずなので、この自分のアカウントのところの、アカウント詳細ですねを、クリックしていただいて、Steam ガードの管理というのがあると思います。ここの Steam ガードの管理をクリックしていただくとバックアップコードを入手とあります。はい、このバックアップコードというのは、認証用機器にアクセスできなくなった場合、バックアップコードにより自己認証を行うことができますと。で、念のために印刷して安全な場所にしまってください。バックアップコードの生成には SMS の確認が必要になりますということで、ガードモバイルを登録したその SMS で、メッセージを受け取って、その携帯電話に送信された SMS 確認コードを入力することで、いくつかのキーのバックアップを入手することができます。今これ自分の携帯に届いたんですが、その番号をまず入れてみます。はい、そして今すぐコードを生成をクリックします。すると、まあ、今出てるんですけど、今モザイクかけてますが、はい、30の、はい、ガードモバイル認証コードが出てます。で、これをどのコードを使っても一度だけ、はい、認証させることができるので、まあ、何かガードモバイルが使えなくなった時、またその、コードがわからなくなってしまった時に、これを、まあ、印刷するなり、まあ、印刷ボタンもあるんですけど、写メ取るなりして覚えておくことで、そのガードモバイルを外すことができるというか、そのいつものように認証させることができるので非常に便利です。まあ、これ結構知らない方も多いと思うので、まあ、こういう救済措置があるということを覚えておくといいと思います。はい、ここから今週配信された主なゲームですが、まず6日、サーキットスーパースターズという、はい、ちょっと珍しいね、はい、真上視点のレースゲームですね。はい、採用されているドライビングシステムは、習得の容易さとやり込みがいのある振動兼備、コースを覚え、他車とチェッカーフラッグ到達を競い、車体の消耗を管理し、損耗を管理し、ピットインの戦略を築くという本格的なレース体験が可能。登場する車種はモータースポーツを彩る60年代インスパイアの一人乗りのものから現代の GT カーまでが登場ということで、なんかこう親しみやすい画面構成なんですが、本格的な、まあ、ドライブシミュレーションも楽しむことができると。で、これあれなんですよね、スクエニパブリッシングなんですよ。スクエニパブリッシングの要件って結構一定のクオリティがあると思うんですけど、はい、3月6日非常に好評の評価で、もうすでにリリースされてますね。1780円とそんなに高くない値段で、遊ぶことができますね。で、これSteamフェスでね、
あの体験版が遊べたんですよね。なんでこのタイトル知ってる方もたくさんいると思いますが、はい、リリースされましたね。はい、そしてちょっと飛んで10日なんですが、はい、こちらもレース系なんですが、ビーチバギーレーシング2アイランドアドベンチャーということで、はい、ビーチバギーレーシングリーグに参加して世界中のドライバーやマシンと競争しよう。エジプトのピラミッド、ドラゴンが救う城、座礁した、海賊船エイリアンの実験研究所、全てのコースを駆け抜けろと、楽しくユニークなパワーアップ収集&アップグレードをしようと、新しいドライバーを雇いガレージを車でいっぱいにしてトップを目指して大爆走しようということで、これ一通りなんかカスタマイズもできるし、はい、画面分割でフレンドと競うこともできるということで、ちょっとマリカーっぽい感じになってるんですね。はい、でこれなんかGoogle プレイとかで、プレイできるんで、なんかまあアプリもあるのかな、アプリ版スマホ版の移植みたいな感じですかね。はい、でもまあ非常に好評ということで Steam 版も受け入れられている感じなんで、チェックしてみてください。はい、まあ日本語非対応ですけども、まあそのストーリーとかをね必要としないので多分大丈夫でしょう。はい、3月18日まで 10% の1845円で遊ぶことができます。はい、そしてレースゲームちょっと続きますけど、はい、フォルツァホライゾン4がリリースされましたね。はい、これも前評判が高かったレースゲームですが、はい、Xbox ゲームスタディオズパブリッシングでリリースされています。はい、本作は2018年に発売されたオープンワールドレースゲーム、イギリスを舞台とした広大なフィールドで様々なレースに挑める、また Xbox および Windows 10版とのクロスプレイにも対応しており、既存プレイヤーとの対戦などが可能となっています。まあ、賛否両論で評価は分かれているんですけどね、まあ、クオリティの高いレースゲームとして、はい、2万人以上が遊んでます。でインターフェース字幕日本語あります。はい、7452円、スタンダード版で、アルティメット版が11,772円と、まあ、割とクオリティが高いだけにお高い内容となってますね。で無料のね、なんかダウンロードコンテンツがあるんですよこれ。はい、三菱カーパックというのが無料であります。はい、オープンワールドレースゲーといえば、まあ、プロジェクトカーズなんかもありますけれども、はい、このフォルツァホライゾンも、はい、結構有名なタイトルだと思いますがリリースされましたね。はい、そしてもう一つ、まあ、自分がこのチャンネルでもあのフェスでね、あの体験版が遊べるということで遊んだタイトルなんですが、はい、ストロングフォールドウォーローズですね。はい、シリーズ初となる極東を舞台にしており、日本やモンゴル、中国などの都市や城塞が登場、武将の運用が重要な要素で、個性のある武将をアップグレードしつつ指揮していくことで勝利を目指していく内容になってます。はい、まあ、なかなか緻密な戦略も立てることができますし、まあ、攻防がねすごく面白いストラテジーゲームになってますね。まあ、街づくりのこんな感じで要素もあるんで、まあ、戦うだけが全てじゃない、その別の楽しみもある感じで、はい、自分も体験版楽しく遊ぶことができましたが、はい、リリースされました。はい、3000人の人が遊んでます。で日本語対応してます。17日までね 10% オフの3582円で購入することができます。はい、まあ、自分もねキュレーターで意見してますが、あ、セーブできないとかキャンペーンはリセットされるとか、そういう初期ローンチの不具合も起こってるみたいなんで、まあその辺はレビューをよく読んで、でもそういうレビューを書いてる人もバットはつけていないということなんで、まあゲームそのものは楽しいものなのかなという裏返しのレビューもありますね。なんでそういうのを参考にすることができると思います。はい、そして11日ですが、アウトオブサイトというこうミニマルな、はい、箱庭系のゲームですね。はい、リリースされております。本作は箱の庭のように切り取られた様々な風景に配置されている多数のオブジェクトの中から指定されたオブジェクトを見つけ出します。扉を開けたり電気をつけたりといったギミックも用意されているようです。とまるでミニチュアのような世界は細部まで覗きたくなりますということで、はい、これもなんかこうね、
ちょっと改造して遊んだりとか景色を楽しんだりとか、まあ、箱庭とかに興味のある人って、まあ、実際の箱庭とかも、まあ、自分の想像力を働かせていろんなこうあの小さな街を作るというコンセプトがあると思うんですけども、まあ、それをまあデジタルの中で行うことができるということで、はい、このゲームもまあ好評の評価を得ていますね。はい、インターフェース日本語あります。で620円で、購入することができます。はい、で、日本語のね丁寧ななんか特徴とか、はい、このゲームの、仕様についても、書かれてますね。はい、参考になると思います。はい、そして、昨日ですがローグエクスプローラーという、ゲームですね。最近この手のローグライクゲームって多いんですけども、はい、ズーコーポレーションパブリッシングで、まあ、自分もあのテーブルゲーム系の、動画撮っていますが、はい、こちらはね、ジャンルが違ってローグライク、あ、メトロイドバニアのタグが付けられてますね。はい、アクションゲームリリースされましたね。はい、ピクセルデザインの世界観で自動生成されるダンジョンを探索していくローグライトと、持ち帰ったアイテムにより装備を強化していくハック&スラッシュ要素のあるアクションゲーム。ジャンプ、壁蹴り、ローリングなどの多彩なアクションを行い探索を進めていけますと。なんかこうカジュアルで誰でも遊んでもらえるようなオーソドックスななんかハクスラっていうかローグライクっていう感じしますね。はい、日本語対応しています。3月19日まではね 15% オフの678円で購入することができると、まあ、1000円を切る値段でローグライクアクションが遊べるということで、はい、なかなかいいタイトルではないでしょうか。かわいいな、なんか敵がかわいかったですね。はい、まあこんな感じで、インディーゲームもリリースされていますということで、今週配信された主なゲームでした。今回はちょっと少なめだったんですけどね、何か気になったゲームあったでしょうか。また今週、購入してよかったよっていうゲームがあれば、コメント欄でね教えていただければ嬉しいです。ピンポンパンポーン。はい、以上いかがだったでしょうか。今週もね、たくさんの、ゲームがリリースされたわけですが、昨日ねちょっとセール作品の紹介でちょっと、抜けたゲームですね、ちょっと紹介していきたいと思いますが、このスターウォーズ系のゲームが今、50% オフが来ていて、はい、エレクトロニックアーツの、スコードローンが 50% オフ、フォールオーダー 50% オフで、バトルフロント2も 70% オフ、バトルフロントが 75% オフということで、このスターウォーズ、はい、トリプルバンドルが4657円で購入することができるということで、はい、こういう、エレクトロニックアーツの代表作、スターウォーズ系のゲームが今回、セールされてますね。はい、これはですね、まあ、もちろんあの EA プレイでも、プレイすることができるんですが、はい、3月23日までだから来週の再来週の火曜日までという長期にわたって、まあ、セールされているので、ぜひ、購入を検討してみてください。ではまた、来週、金曜日は Steam のセール無料情報をお届け、無料情報をお届けする、そして、土曜日はこんな感じで最新情報をお届けする週刊 Steam 通信、また配信していきたいと思いますので、チャンネル登録そして高評価お願いします。では、引き続き Steam ゲームを楽しみましょう。ユーロでした。バイバイ、また来週。実況動画も見てね。週刊スチーム通信は毎週金土18時半。来週もまたご視聴ください。バイバーイ。